粘土は以下のような意味を持つ言葉。原理は地層中などから得られ、焼き物の素材にもなる粘っこい土のこと。粘土、へな土とも読む。学術、産業上は非常に細かい粒子でできた堆積物として定義される。土粘土の他素像やモデリング用に商品化された粘土様の造形材料のこと。学校教材としても馴染みが深い。以下。 蒸気2を堆積物としての粘土3を造形材料としての粘土としそれぞれについて解説する粘土粘土の定義は投稿土壌農学セラミック工学地質学鉱物学などの分野により必ずしも一致していない地質学の分野においては流径が3.9メートル未満の粒子とされ鉱物学の分野においては2メートル以下の粒子とされ 土質力学の統一分類法においては、流径が5メートル以下の土とされる。これより大きいものは、シルトと呼ぶ。科学的、鉱物学的には、相乗計算塩鉱物を、おもとし、崩壊石、腐配石、超石類、不石類などからなる粒子の集合体に、少量の水分が含まれている。こねると塊になり、同時に手で伸ばしたり、採掘することができるようになること。 火に耐えるといった粘土の持つ性質は太古より利用されてきた。科学的な観察、分析が進むにつれて、それまで粘土と呼ばれてきたものには、科学的吸着、イオン交換、触媒性、水との混合による泥水の形成、粘性、粘着性、可素性、低糖水性など多くの性質が認められるようになった。低糖水性については、 含有する鉱物の種類や流形分布によって大きく異なるが、透水性の低さにより地盤の厚密が非常に緩やかに進み、構造物は建設から数年経った頃に不当沈下などの問題を生じる場合がある。粘土は線の利用法があると言われ、ノーカーボン紙、油脂の脱色、ガソリンや明かり経由の脱水、芋の、ボーリングの潤滑剤など多方面に使われている。 歴史的利用上実のように粘土には優れた可塑性があり立体造形を容易に実現できるため古くから素像などの造形に用いられてきた。粘土は本来は土であるがパルプや小麦粉など様々な原料のものが存在する。未焦性を含めた糖度を素像以外の芸術作品や建築の素材として使う動きもある。ありがとうございます。